小林宏は、広島県廿日市市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ、野球解説者。現在は、オリックスバファローズ2軍監督。佐伯郡廿日市町立宮内小学校4年の時、少年野球、廿日市ジュニアで野球を始めた。廿日市町立七尾中学校、崇徳高校、広島経済大学を経て、1992年のドラフト1位で、オリックスブルーウェーブに入団。少年野球時代は、捕手、高校時代は、軟式野球部に所属し大学でも3年生までは遊撃手だった。4年生次、投手が次々と故障したことから緊急登板して好投し、そのまま大学選手権に進出する。当初は地元の広島東洋カープがドラフト2位という高評価で指名すると言われていたが、当日にオリックスがこれを上回るドラフト1位で指名して小林の交渉権を獲得した。会見では小林もあまりの評価の高さに驚きを隠せなかったという。1993年は9試合に登板し初先発では初勝利も飾ったがこの年はその1勝で終わる。1994年は21試合に登板し6試合に先発した。3勝3敗、防御率 3.69 の成績を残した。1995年1月17日に阪神淡路大震災が発生し、オリックスの本拠地がある神戸市を含む阪神地域や淡路島など関西地方を中心に大きな被害を受けた。チームは神戸での開催が危ぶまれたが、開催が決定することになった。頑張ろう、神戸をテーマに被災者のためにチーム一丸となって戦ったチームは、前身の阪急時代の1984年以来11年ぶりに、リーグ優勝を果たした。この年は15試合に登板し、8勝3敗、防御率 2.68 の好成績を挙げた。日本シリーズでオリックスは日本一こそは逃したものの、中でも第4戦でのヤクルト4番打者のトーマス・オーマリーとの勝負は語り草となっている。小林はその試合で勝利投手となった。1996年も頑張ろう。神戸をスローガンに掲げ、この年は先発に中継ぎにあらゆる場面で起用され37試合に登板し、前年より安定感を欠いたが2年続けて8勝をマークし、オリックスのリーグ連覇と日本一に貢献した。1997年には W ストッパーの鈴木大らと野村貴人が不調でシーズン途中に抑えになり、オールスターゲームにも出場を果たした。同年は先発での登板はなく、すべてリリーフの53試合に登板し7勝3敗15、セーブ、防御率 2.56 と活躍した。1998年にはストッパーとして開幕を迎えたが抑えとして機能できず、シーズン途中から先発に転向すると勝ち星にも恵まれそのまま閉幕までローテーションを守り規定投球回にはわずか2イニング届かなかったが、チームトップの10勝を挙げ初の2桁勝利を達成。1999年は開幕投手も務めるも、故障や不調で6試合しか登板できなかった。2000年も開幕投手を務め、2年連続で開幕試合の勝ち投手となったが、不振を脱却できず5勝9敗で、防御率も6点台と不本意なシーズンとなった。2001年は故障のため1軍登板はなかった。またこの年限りで、扇明監督が辞任した。2002年は中継ぎで15試合の登板にとどまった。またチームはオリックス譲渡後初の最下位でシーズンを終えた。2003年は3年ぶりに先発登板を果たすも、往年の力を発揮できず4勝8敗、防御率 5.54 と結果を残せなかった。また、チームも前年は打撃陣の不振が重なり、最下位で、この年は、打撃陣は復活したものの投手陣が、福岡ダイエーホークス戦で4試合の20失点以上を喫するなど、チーム防御率も 5.95 と大きく崩壊し、この年も最下位でシーズンを終了した。2004年は、中継ぎで17試合に登板するも、防御率 11.25 と極度の不振でこの年の、チーム防御率も 5.65 と、投手陣が崩壊した。またチームはオフに大阪近鉄バファローズと合併することが決まり、選手分配ドラフトを経て東北楽天ゴールデンイーグルスに入団することになった。2005年は楽天創設1年目だったが、わずか3試合の登板に終わった。オフに戦力外通告を受け現役を引退した。引退後の翌2006年より J スポーツで野球解説者を務め、神戸市の車椅子バスケットボールチーム、清水 MST の監督も務め、関西の強豪としてチームを全国大会に導いた。2009年よりオリックスバファローズの2軍投手コーチに就任し、2010年からは育成投手コーチに配置転換された。しかし、同年6月8日に1軍投手コーチ星野信之の病気療養に伴い1軍投手コーチとなり、2011年からは1軍投手コーチを務めていたが8月3日付で1軍投手コーチに配置転換となり、2012年、途中からチーム防御率の低迷のため1軍投手コーチ、星野と入れ替わりで2軍投手コーチに降格となった。2014年10月1日に球団から退団が発表された。2015年はシティライト岡山の選手兼任コーチに就任して、投手陣の指導にあたり、第86回都市対抗野球大会予選、第41回社会人野球日本選手権、大会予選両方の第2代表決定戦進出に貢献した。なお選手登録こそされていたものの、公式戦での試合登板はなかった。同年10月15日にオリックスに復帰して1軍投手コーチを務めることが発表された。2016年は、チーム防御率リーグ最下位に終わり、2017年からは2軍投手コーチ、2019年は榊原翼、K 鈴木らを2軍監督の中島聡と共に1軍戦力に育てた。2020年シーズン途中より西村徳文の監督辞任に伴い、中島が1軍監督代行に就任したために軍監督代行となる。ありがとうございます。